北朝鮮の住民2人が20日、小型の木造船で韓国に亡命した。これにより、今年の亡命者は軽9人となった。韓国をサム一部の当局者は21日、記者陣の取材に応じ、昨日午前11時30分ごろ、特東北方100キロ地点で、海軍が北朝鮮船舶を発見した都市、 男性二人が乗船し、亡命意思を確認したと明かした。男性らの身元や亡命動機など詳細については、現在、合同調査を進行中とした上で、年齢については、高齢ではないとの点のみ回答した。